おはよう。ポリオウイルスが主連邦で再流行、隔離またはそれ以上の対策が必要かと。あー、めんどくさいことになるな、これは。12月15日。赤い男がいる。はい。あんたの仕事は責任広範囲を及ぶ、すべての規則に従え。これ別に書かなくてもよくないですか。明日あたりに多分ウイルスのワクチン接種の紙が追加されるかな。よし、やっていこう。まあ、赤いやつがいるってことは今日は業務早く終われるね。乗り継ぎ期間は2ヶ月と。まあ、多分組織がそろそろ来るんで次に来るかな。まあ、近いうちに来るでしょう。組織の人間が。これ関係ないよね。これチア。じゃあ問題なしか。期限、切れてナイス。身長、大丈夫だよね。身長と性別はよく見逃すんだよな。滞在期間重要なとこだった、一番。はい、速やかに読んで、見客せよ。何？彼をは、始末された。別の、何これ。なんとかが来る。赤の男だ。これだね。右、左上の。アルトスカの全イージックインの情報を持つ。もはや猶予なし。今日彼を殺せ。我らがチャンスを作る。成功すればあなた逮捕されるけど、まあ、アルストツカのためだから一生はっはーみたいなこと言ってるわけだな。撃ち殺せ。これ実弾の方の銃だね。なんでお前らが持ってんだって話なんだけど。黄色い方が麻酔。金の方かな。銀の方が実弾の銃と。パラディズナ。違う。オッケー。オクトバーだから問題ないはず。ほい。まあ、実弾、あれまあ、ちくー。くそー。顔ちゃうやん。整形した？はい。一緒か。合衆は星だっけか。合ってるか。じゃあ ID 確認して。期限、アルストツカだね。OK。ほら、行ってこい。もう二人やっちゃったよ、早い段階で。ああ、やれやれだぜ。乗り継ぎですか？数日。OK。問題なし。期限。問題なし。OK。身長高えな。これはリパブリアですね。地域違ったわ。アウターグラウスって緑だから。ここだよね。アンテグリア。さて、次は？問題なし。そろそろ、事件が起きそうだな。シンシンシングルトン。何回も、やったり見てたりすると、だいたい覚えてるもんだな。顔も問題なし。シュー。オッケー。身長は問題ないかな。アルストスカに永住だね。おい。行ってよー。位置的にそろそろだろう。来るだろう。遠距。亡命希望者。合ってる？
合ってる。一応確認かけてと。有効期限切れとるやん。難しいこと言うなぁ。お金くれよなら。こっちは仕事なんだよ。まだかな。位置的にそろそろ来ると思うんだけど、視力良好？え、来た。危ねえ。実弾の方も撃とうと思ったのに。テロリスト襲撃、業務中断。まあ赤の男はまあ、ね、撃たなかったけど、まあ前に来たイージックの人が大した男じゃねえと、大した脅威ではないと言ってたので問題ないでしょう。というわけで今回はここまでで、おやすみー。